大阪はまあ明日、うん、明後日と雨だけど、東京も今日雨だったんちゃうの？雨降ってなかった？東京はい、降ってなかったっすよ。降ってなかった？うん、まあ大阪はまあ明けたら土日だから、雨降ってるけどね、まあ、どんでか降るか知らんけど、もう降水降ったら知らんけど、そういうの大降りしないと思うけどな、大阪は。ああ。降るときは降るけど、うん、天気予報見るんですね。うん、見るよ。天気は絶対見らないかもから、いろんな、まあ、ウクライナとかロシアとか、傘とか、ね、いろいろ見てるわ俺が。ニュースも見るんですか？ニュース見てるよ。戦争。戦争。どっちが勝つかっていうの。どことどこが戦争してる。で、子供さ巻き込んでさ、かわいそうだよ。な、勝つのも悪いって、イスラエルも、イスラエルも悪いよ。イスラエルも悪いんだ。お互いに。で、帰ったら返さなきゃ。で、空爆受けるんだよ。まあ、今のところはなんかイスラエルの方が負けてるらしいけどな。あ、そうなんですね。まああんまり変わらんけど、死者が結構出てるらしいよ。へー。まあ大人はええやんか。だけど子供はかわいそうだよ。うん、な、うん、まあ大人戦っていいよ、うん、もう俺も自衛隊おったからね。あ、そうなんですね。戦うよ。あ、戦っちゃう。だけど俺も年だから行かれないわ。行かれないか。うん、まあ日本はそういうもんな、あんまり宣伝支援できないんだよな、お金がないから。日本はな。あ、そうなんですね。だからそれはアメリカが援助するの、バイデン大統領はな。バイデン、うん、バイデン大統領は、トランプより絶対バイデンがええから。バイデンがいい。トランプはいろいろあったから、トランプはな、今のバイデンがほうがええよ。バイデン、アメリカすごく持ってるから、ね、日本よりは。バイキン持ってるから。バイキン持ってる。なんぼでも、あの、なんでもあの戦闘機とか何も出すから、アメリカは。日本はできないからね。そんな怒れないから、日本は。確かに。バイデンはバイキンなの？いや、戦争するなって言うよ、要するにな。お互い様やんか。まあ、昔は俺が持った時は、日本負けたけどな、アメリカに負けたやんか。俺、それの前に生まれ、それの終わってから生まれたけど。で、今仲良くなってるから。俺、幸せだと思うよ。あ、幸せですね、今。うん、幸せだよ。な、部長な。な。部長ね。年金入ったから幸せなんでしょう。年金入ったから幸せなんでしょう。昨日まで大丈夫だよ。言ってやる、ちゃんと。そう。いいよ、俺しないから。よかったじゃん、でも。無事に。今月もちゃんと生きれた。生きれてよかったね。ちゃんとお金入ってきたから。ね。よいしょ。機長は無事してるよ。したことはない。分かるけど。分からん。金髪の。分かるよ。機長は。たまにすっけへんで、あのイケメンだから。あ、機長さんいるの？うん。デロワンもイケメンやし。デロワン。機長もやろ。うん。うん。マリオは？うん。まあ、もうちょっとわけ。そんなこと。そんなことある。それは分からんわ。それは決めることやん。それはもちろん決めることやろ。いや、私言ってねえ。なんで失礼やの、マジで。で、イギリスやろ。イギリスやろ。イギリスと。エレスト？イギリスと。あ、イギリスとね、イギリスとね。イケメンだよ、あいつ。あ、イギリスとね。あ、見てごらん。怖いで。怖いの？あ、怖いよ。イギリスと？うん。怖くない。なんで怖いの？怖くない。怖くないの？うん、怖くない。怖いで。怖くない。部長はどんな思ってんの？え、ハリちゃんどんな思ってんの？どういうこと？何を？いや、言うともう怖くないって、いや別にお会いした時は俺お金持ちには俺怖いんだよ、怖いんだ、イケる人。まあ山田部長もそうやけどな。山田部長も怖くない。うわ、これや。怖いの？そもそも怖いの？怖くはないんじゃない？なんでさ、勝者なんかズボットで160万負けたんだよ。1日3で、そのボート。誰が？ゆきちゃんが。ああね。うん、住めないで。いや、場外あるけど、場外。ナットとか。いい匂い。アシアとか、ビアコとか。ここで1日3寝てゼロ。で、160万。あ、そうなんす？うん。もったいないですね。で、5万出したけど、ダメだって。ダメだった。これ政治が。政治さん、政治がうん、やりすぎだってやりすぎだってで、出したんだよ。うん、で、あかんって言って、もう5000円やったら言ったらおかって言ってるから、
ちゃった後に。いや、個人じゃないわ。半端じゃないから、義務って。ちょっと、5万円もらえると思ったのに、もらえなかったから。出したけど、政治がダメだって。突き上げるなって。こんばんは。こんばんは。いらっしゃい、あんちゃん。ジャグラーは順調ですか？いや、言ってない、言ってない。あ、言ってないんだ。もう無線の答えるから。いや、俺今日年金入ったから、うん、今日年金入ったんだ。年金入った。今日年金入った。お前15日だけど、うん、前に入るの。あ、前に入っちゃった。15日日米だ。じゃああんまりあの使わないように気をつけないと。ああ、そうそうそう、ありがとう。気をつけないと、本当にね、マジで。おい、部長に預けようかと思うけどな。あ、部長に、うん、部長に預けたら安心か。部長女の子にバカ、ばっかし付き上がるのって言ってるからやめとこうと思うよ。うん、なんで消えちゃうのからね。ねえ、じじいがお前が行かなかったらええんじゃって言ってるから、うん、そうやなって思うけど、うん、だって嬉しい時嬉しい時言って使うんや、うん、すぐ使っちゃうから使う使う、うん、カッコつけてだから付き上がってとかさ。だってなるじゃんみんな。あるんじゃん。うん、やるかってなるけど、うん、気をつけて。本当だよ、計算して使わない。リタ君前にいるよ、リタ君は。荻野目洋子のほうみたい言ってるせいで、ほうみたい。また？うん。もうやめてよ、部長やめてよ。久しぶりに来たって。うん、嬉しいなって。そうそうそう。久しぶりやつ。ありがとう。これも生きてるうちだな、このビルのな。急に死ぬ発言。ほうよ。死ぬ発言始まったじゃん。死ぬんだよ。そうか、小焼さん TikTok してるね。今もしてんじゃないかな、多分。いや、バンとかダメだろ。いや、あ、TikTok って別のやつがあるから、うん。さっき見たじゃん。タクシーの中で見てたじゃん。タクシーの中でちょっと見たじゃん。あれはできる。うん、あれはできるから、ね。あれか、いけんの。あれは別のやつだから大丈夫だよ。うん、これじゃない。で、聞こえてもない。私、音消したから。声入っちゃまずいなと思ったから。うん。画面も映してないけど。すごいな。道路に。あれになられたいんだよ。どんぼりになる。放送局？いや、放送局で俺のところいっぱい入ってる。いっぱい入ってる、俺のところに。ね、みんながおらんところに暴走族走るんだよ。へえ。これでいっぱいあったらさ、聞こえないし、うん、すごいな、ここ。ここ何、リタ君。はい。ここ何、どこ？ここは、うん、あの御堂筋ですか。御堂筋、これが御堂筋線っていうあの有名なあの有名なあのこれが有名なあのです。はい、これが数有名な有名な御堂筋です。左上に見えますのが金龍だと言われております。金龍って書いてあります。龍がね、あるね。そうなんですよ、あのラーメン人気です。ラーメンね、ラーメン屋なんだ。そうなんですよ。あ、ありがとう、コイン。金貨。僕食べれないんですけど。あ、食べれないんだ。すごい並んでる。匂いがね、もう無理なんですよ。はい、脂っこいの。なんかね、もう。お。チャンミキちゃん来た。チャンミちゃん来た。チャンミキ。マリオさんね。うん。どうしちゃう。チャンミキ来ないの？マリオちゃんって。うん。何してんだろう。飲んでないのかな。飲んでないのかな今日。チャンミキと仲いいんだ。いや、なんかいつも配信の時とかにコメント書く、うん。へえ。スイカゲームしてるね。まあでもジョナサンと仲悪いからな。あ、そっかそっか、うん、あ、言ってたなんか、うん、それ聞いて、え、ちょっとダメだ、そう、なんかダメだ、ゲーネダメだった、そうそう、ダメだ、なんで、え、ダメなんだ、ダメだ、忘れてた、忘れてた。何ちょでカラオケしてる。私もスイカゲームなる。何スイカゲームって流行ってんの今。スイカゲームなんだろう。
果物と果物を揃えて果物をでかくしてやるやつでしょ。なんかしょうもないね。知らない。スイカゲーム流行ってんの。ダイス。あ、ありがとうね。解除おめでとう。まあね、バンじゃなかったね、俺ね。配信落とされただけの感じだったね。バンにもなってない。だってナイス消えてないもん。なんかしないナイスいっぱいあるけど87。うん、ありがとう。俺がね今日、あ、ありがとうございます。みなみちゃん家でお留守番ですね。もう行くつもりじゃなかったからね。全然何も準備も何もなしに来たみたいな。寂しいって言ってた。検索はだからとりあえずね、俺もふわっち開けない状態が続いてたね。うん。バンとも言われてないしよく分かんなかったね。10倍ナイス。でもね、10分間でもねちゃんとね言うときは言うんだよ。俺メダルゲーム映した時に10分間の番になったから。10分のやだよ。10分とか。てる。ん？してると？でも番になった瞬間の気持ちやばくないですか？配信落ちて、いじられへんくなった時の、気持ちちょっと伝えれないですよね。あれ確か旅の中にリタ君番になってたよね。そうなんですよ。死にかけました本当に。ほんま地獄でした。あれ何して番になったんだっけ。インスタで知らん女性から電話来たんですよ。ああ、それで、そうピンク系厳しいね本当ね。そうなんです。ピンク系は、喘ぎ声で番だっけ。そうそうそう。なんか電話でカテゴラリーしてて何やないと番配信もしてる。怖いやられちゃう。みなちゃんが、頑張ってんね。みなちゃんも、あ、娘ナイス。こうちゃん、カズマたんはいないね。カズマちゃんは、名古屋やったから。あ、もう一人の人がなんだっけ。いや、カズヤやけど、同じなんだけど、カズヤですけど。カズヤくんの。カズヤは、八幡くんで、神戸だよ。こけた神戸。神戸2台、ちゃんみきちゃん2台だよ。ちゃんみきちゃん、結構いい時間。カズヤさんはカズヤさん、今日来れないって。これコース、これ、あ、分からんね。いや、どういうもん、今日も仕事だもん、開けたら。あれ、もう一人乗ってるの誰だっけ。じじさんとこうちゃん、こうちゃんと、あともう一人は誰だっけ。あいざわさん。あいざわこうちゃんでしょ。あ、こうきさん、こうきさんね。あともう一人、男の人って。こうちゃん。あれこうちゃんなの。あれこうちゃんです。帽子かぶって、小柄の子。こうちゃん。あ、マスクしてるから。名前がこう、もうこうちゃん。マスクしてるから。そうそうそう、マスクしてる。ケリーちゃんの元カレ、こうちゃん。ケリーちゃんの元カレなの。そうそうそう、めっちゃ有名です。ケリーちゃんの元カレで。ありがとう。ありがとうございます。キャリーもやってんな。ちゃんみきの元カレは誰だ。え、しずかちゃんの彼氏。いや違うみたい。なんかそういう、でその時さ、しずかさんは好きみたいな感じ。ふーちゃんはでもはっきりなのか。いや、ちゃんみきは別にどうかわからへんけど、あの猫が2匹おってるから、もう男、興味ないで言ってた。入りたくないんやろね。ちゃんみきちゃんの時言うやん。ちゃんみきもね、バチオジばっか映してたよね。時間入れるから、ゆっくり行きます。TikTok で10分半、嘘でしょ。そう、めっ
パンだらけだな。もう知らない土地に来てしまったもう着いちゃいます。もう着く、はい、じゃあ配信終わるか、ここで。財布出してきた。大手前だと無限やけど、なんで？いや、それは気使うでしょ、大手前だと。それはね、リスナーさんに気使ってんだよ。その人に気使ってんじゃなくて、その人のリスナーさんに気を使ってんの。喋らない。ありがとう。 あ、いいよいいよ、としちゃん。え？なんで？いや、あの、ゼロワンさんからもらってるから。もらってる？もらってる、もらってる。いや、それはあかんで。なんで？いや、なくなって、俺はパパはおるから、うん、いや、すぐ使う、ま、大事に使わないと、うん、大事に使い、またお金借りようとしてるやん。俺あるから、うん、いや、なんで？うん、どうした、もうなくなるよ、財布のかなんか。え、マリちゃん、マリオちゃん、そう、マリオちゃん。ありがとう。4000、はい、4000だわ。ありがとうございます。はい、じゃあこっち一回終わりますね。ありがとうございました。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、社長からもらったの？社長から。